台運観光は北海道帯広市に本社を置くバス会社、貸切バスや都市間バス、旅行業を手掛ける。すべて北海道に所在。路線バス車両は2017年3月31日現在で6台登録。高速バスのみ運行で、いわゆる一般路線バスは運行していない。予約は北斗交通グループ運営のインターネット予約サイト、バスナビ北海道。 2010年9月14日より提携を開始したウィラートラベルなどで受け付ける。南千歳駅を出発2008年1月17日に北斗交通とともに路線認可申請を行い、同年4月25日より4往復で運行を開始した。2009年7月1日の3往復に減便と同時に南千歳駅延伸。 同年12月18日の一部便と勝川、温泉延伸、2011年10月30日の、同等自動車道全線開通による、所要時間35分短縮、4を往復へのまた便を経て、2016年12月1日より、5往復運行する。帯広営業所に、パークライド専用駐車場を設置する。貸切バス車両は19台登録。事業は、 帯広運輸支局、札幌運輸支局管内での発着が認められている。2008年に解散したブルーバスグループに加盟していた。ありがとうございます。